どうも、ロスウィフです。ということで、結構やってくれっていうのがあったんで、アスモ、デーモンブレイダーかな、やっていきたいと思います。で、これかな。んでね、スケットね、これどうしようかな、ちょっと迷ってんだけども、本来ならおそらくセレサがね、一番いいような感じがするんですけど、ただこれもね、捨てがたいんだよな。プレイ。で、プラスね、この、正月ピノ？あ、じゃクリスマスピノだっけ？これもね、捨てがたいんだよな。どれがいいんだろうかな。バイケルと、まあ、ブレイディか。なんとなく、可愛いんで。いや、みんな可愛いけどね。で、メンバーこれ。生贄ね、もうあれしてます。なんで生贄入れてるかっていうと、もう最初に言っちゃうと、3戦目の雷のね、なんだっけ、あれ、ため攻撃のあいつがね、死んじゃうんですよ。なんか俺のメンバーだと。なんでね、死んだら生き返れるように、リタ入れて、そのためにね、入れてます。で、フルで、やっちゃうと、そこにね、助っ人が入ると、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんで。ということで、1戦目。左が HP12000。で、真ん中も12000。で、右が10000。なんですけどもね、まずね、この両脇を倒した方がいい。ということで、まあ、左から倒した方がいいのかな。なんか左がね、ちょっとだけ攻撃力が高いらしいんで、左からね、倒しましょう。他の、あれはね、攻撃はほとんどない。特にもう真ん中のやつなんかほとんど攻撃がないらしいんだけど、ワンパン？ワンパンとまではいかないのか。あ、ただこの、そっか、こいつ、ペンギン死ななきゃいけないから、あんまりそっか踏めないのか。監獄が、やってるよ。これちょっと、メンバー失敗したな。メンバーってか、ペンギン失敗したな、これ。ペンギン何色だったらよかったんだこれ。よしよしよし、ペンギン。ペンギン何色だな？ここはだと炎がいいのかな？痛み分け。ちょっとやばいな。ちょっと暗いすぎたな、これ。ちょっとね、遊びすぎたな。やばい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 。ちょっとやばいよ、これ。ちょっとやばいな、これ。誰も死んでねえし、言うかな。これ、アーシャーさんがね、すぐ死んじゃうんだよな、このゲーム。やっぱ、フル角まではね、いかないけどもね、最後、ケツから3番目の、HP100 アップ、プラスそれの1個前の、火属性 10% 軽減。あれを取った方がいいのかな、なんか一気いい気がするな。ちょっとよ、HP がね、最近ちょっと気になり始めたな。で、2戦目。で、左が HP3 万。で、右側のやつが HP4 万。でね、左のやつは普通にまあ、ぼちぼちの攻撃していくんですけど、右のやつがね、封印3段。ちょっとね、あれ、普通のスキルが使えなくなるとかじゃなくて、攻撃すらできなくなるって、ちょっと厄介なやつなんで、右からね、やりたいんですけども、ただ一旦で倒しきれないから、もうこれ、クックショックからだな。ゼルダだね。ゼルダじゃないですか。おお、フレイがいるから結構。わ、フレイもういいとこ封印するな。難しいね、ウェットの解析。見てた、見てた。漫画見たことないわ。アニメは、ね、見てた。ちょっと面白かった。カーク知らねえだろ、今時の人は。
レベル5ね。なんだっけ、3DS の。どう結構、あ、暗いか。3DS のゲーム、なんだっけ、なんとかってやつ。なんだっけ、あの、街いろんな、開拓していくみたいなやつ。あれね、やりたかったんだけど。誰だっけ、スパイダーマンじゃねえのは知ってたけど、スパイダーマンをした。うん、左のやつもね、 HP がね、そこ同族だからちょっと食らいづらい、プラスちょっと攻撃もちょっとね、これ被るときついな、ちょっと。これ変換使えたけど、変換1枚ちょっときついかもしんないな、これ。ただね、変換次で使いたい気もあるからな。使おう、ちょっとやばいな。最近やっぱね、パネブをね4つぐらい効かしたらね、変換1枚でいいやみたいになっちゃうけど、ぼちぼちかな。長い、あの特に、いや、これで長いっつったらまだ大変だろう。3戦目の神棚がもっと長いから。で3戦目で、左がね HP4 万5000で、真ん中も4万5000で、右が3万でね、もうとりあえずね、左のやつの雷がこいつはねとりあえず厄介、力止めで、ね、2600ぐらいやってきて、で真ん中のやつもね力止めで2100で、右のやつはね、なんか削りとかやってくるっぽいんだけど、その時は遅延でかわすかな。ということで、とりあえず真ん中からね、倒します。これ、開幕遅延でもいいのか？開幕遅延はどうか？どうせね、これ、今これ使う、ボス戦でも使うけども、どうせね、これ溜まるぐらいすんげえ長くなるんで、俺のメンバーだと。で、とりあえず真ん中ね、倒します。これ妖怪ウォッチみんなやってますよ。ゲームなんだっけ、漫画。漫画でしたっけ、妖怪ウォッチで。次右やかな、左はね、ちょっと喋りながら怖いな。でね、左のやつのため、これがねもう超厄介。これ古いこうだったな。これほぼね俺のメンバーだとね、もう即死なんだよね。でも正直言うと、この真ん中のリタ、で回あの蘇生するっつうのが前提なんで、もうこれリタに当たったらもう終わり。もうねこれはもう5分の1なんで、まあ5分の4なんだよね。もうここはもうね、もう運、もうお任せする。ダメ。わ、この誰だっけ、これで要か。要はね相当フルフルにしてるんでね、めちゃめちゃあれなんでね、これはね耐えれますね。アーシアさんとか無理、まあ、ランスはあるけども、まあ、ほぼ無理と言っていい。でこれフレイもう
卵のもうあと3問でしょ。もう3問どころじゃないからこれ。まだまだかかるから。